電波いいな。まだ電波で、この服は1000円らしい、上下で1000円。まゆちゃんじゃないよ。たかしは？たかしは？たかし？たかしは？どこにいる？俺も今西新宿ってとこ。ん？西新宿ってとこ。西新宿ってとこ、あの交番前来れる？交番前行こうか。うん、ごめん。じゃあ交番前行こうか。待ってるで。はい。はい。寒いわ。寒い、上着持ってこなかったから寒いわ、どうしよう。寒い、寒いで。ファイザーも来る。いや、わからん、誰が来るか。寒いね。赤いだ、よう詳しいな、バイさんのおそろのやつな。近くだから合流していいですか？た太郎くんいいのかな。いいよね、いいと思うぜ。勝手に行っても多分大丈夫だと思う。
うん、大丈夫じゃん。ね。誰でもいいのかな。たかしに聞こうか。車乗れるんじゃん。太郎くんも行きたいって言うんだけど、いい？太郎さん、太郎くん、うん、あ、いいんじゃない？うん、じゃあ呼ぶで。はい、はい、太郎くんいいって。頑張ってきた。あ、ありがとうございます。センキュー、ありがとうね。加工がひどい。これでどう？これでどう？ひどくない？カラフルライト、センキューあります。もうねえ、まゆ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 、ちょっとしょうがないんじゃない、これ顔パンパンやけど。これしょうがないんちゃう、整形した直後だから。ネイマール頑張って。ああ、ちーちゃんありがとうす。うん、しょうがないちゃう、うん、腫れるんじゃない。でも、もうちょっと女として見れないわな俺は。もうちょっとなんかネタだもん、まゆちゃんは。うん、もう俺はちょっと女としてはちょっともう見れないかな。でも美意識があるっていいことじゃないね。え、うん、頑張ってるじゃん。あんま言わないであげて、うん、言わないであげてよ。多分ね、ほっぺに脂肪を入れてるんだよね多分、うん、ほっぺに。整形後は仕方ないよね、うん、ダウンタイムだから。これはちょっともうすればするほどちょっとおかしくなるんじゃないかなと思って、うん、だってまゆちゃんって十分可愛いじゃん。可愛くない？十分ね。でももっと可愛くなりたいんだろうね。いいけどな。整形依存ってあるの？整形依存。俺も初めて会った頃が一番可愛かったと思う。今日かっこいい。そう。かっこいいか。吉田麻也に似てます。吉田麻也。
目の前に似てるでしょ。顔が長いんだよ。顔が。今日はこれでサッカーするでな。久しぶりだな。ストレッチもしない。ちょっと内装をして頼むから、リスナーさんもう移動中しか やれないから押してほしい。うん、頼むよ。もうアイテムいらないから。マイナスボタンだけ押してや。頼むよリスナーさん、お願いだよ。うん、もう1時間やってるで。押した、ありがとうね。外見より中身を磨け、バカ眉。こういうコメントする人も結構中身悪そう。違う、うん、性格悪そう。こういうコメントが、うん、中身磨いた方がいいんじゃないですか。うん、人に言う前にね、ちょっとひどくないかな、うん、ひどいよね。ちょっとブーメランじゃない。このナイス連打した方が TikTok ちゃうで。TikTok は連打するらしいで、画面を。一番に押してありがとう。タコシついたって。どれ、交番前にいるで。太郎くんも早く来てや。もう6時からやで。6時から、気をつけてね。あ、分かりました。マジで危ないで。ゴミ臭い人体やってるで。あ、そうだね。靴って借りれるんですかね。これもうこのままの靴で。そうますか、うん。僕も一応持ってきたんで。持ってきた。靴は本当。フットサルシューズじゃなくて大丈夫ですよね。うん、大丈夫じゃない。
500個選球ありますね。ありがとう。なんか飲みますか。え、もうある。飲みますか。うん、ありがとう。どこのラーメンまずかった。美味しくなかったっす。高橋、はい、何食べたの。あご塩ラーメン。あご塩ラーメン。背脂醤油ラーメン食べないとダメだわ。あ、そうなんすか。市長よりまあイケメンだろうね。顔が整いすぎてるのね、太郎くんは。ありがとうございます、うん、顔が整ってるよ。でこの髪型は本当にイケメンしかできんよな。この中分けは、うん、BTS とかね、うん、あ、100個ありがとう。お、ありがとうね、メガホン。バファリンも来るの。結構メンツがね。バファさん来るんすか。なんか強いね。すごいメンツが来るね。フットサルって何人だっけ。5人です。だからチームフワッチを組みたいけどな。今3人、うん、であと2人フワッチ選抜でやりたいな。やるならフワッチ選抜、うん、で、たかし経験ないならキーパーさん。フワッチ選抜でやろう。来ないかも。